この時間はクリック365マーケット情報のコーナーです。今週のゲストは東京金融取引所証拠金営業部長の岡田隆さんです。岡田さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今日はクリック株365のお話なんですが、まずクリック株365とは一体どういうものなのか改めておさらいを、はい、そうですね、この番組でも何度かご紹介させていただいておりますけども、はい、改めて、年明けということでご紹介させていただきます。クリック株365というのは当社東京金融取引所に上場する株価指数の取引になっています。取引の仕方は FX と同じなんですけども、はい、いわゆるドル円の代わりに日経平均を取引するとかニューヨークダウを取引するといったものです。今の上場しているのは4指数世界の株価指数がありますが、株価指数のいいところというのはですね、インデックス投資と言われてますけども、一つはやっぱり手軽に分散投資ができる、はい、よく相場の格言で卵は一つのカゴに入れるなというかですね、ありますけども、はい、やっぱり個別銘柄を選ぶというのは非常に難しい面がありますね。企業特有のリスクが入ってたりしますので、はい、そういう時にバスケットで、売買するというのは一つの手だと思いますね。もう一つは市場全体に投資しますから、はい、日本の経済の強み弱みのところで投資したりということですし、そもそも経済の流れ景気変動などフォローしやすい、その点ニュースなんかも取りやすいという点では非常にメリットが高いですね。で、具体的な商品の仕組みなんですが、はい、こちらいかがでしょうか。商品仕様をざらっとおさらいしていきます。まず取引単位は日経平均でいけばですね、日経平均 ×100倍、はい、今ですと2万3000円であればその100倍ですから230万円の取引という形になります。1円上がれば100円、出るということですね。これがですね、ETF なんかだとその230万円の資金そのものが必要なんですけども、はい、いわゆる証拠金取引になってますので、少ない証拠金で、できると、レバレッジって言われてるんですけども、その水準はだいたい20から30倍、今の日経平均ですとだいたい5万円超のですね、取引で最低取引で取引できるということです。はい、1枚2枚という取引ですね。はい、取引時間ですが、こちらも午前8時半から日をまたいで翌日の6時まで、はい、いわゆる現物株が9時からですから、それに先駆けてオープンして、でかつニューヨーク時間のクローズまでできますので、はい、やはり日経平均とはいえ海外の時間で非常に変動しますから、そういう意味では取引機会を逃さないといったメリットがあります。はい、休業日なんですけども、土日は普通の現物と一緒です。祝日もですね、1月1日はお休みになるんですが、それ以外は、取引ができます。はい、ちょうどこの後週明け、13日月曜日も成人の日で休みになりますが、ここでも日経平均ニューヨークダウ取引できますので、それからちょっと先物とは違う点なんですけども、いわゆる配当と金利の受け払いというのがあります。はい、価格そのものは現物価格で取引するんですけども、いわゆるその構成銘柄に配当があれば、その配当を買ってる人は受け取ることができます。売ってる人は逆にその配当を支払うことになるんですけども、今の日経平均ですとだいたい配当利回りも 2% 超とありますから、そういう意味では配当を狙った取引という点も非常に有利になりますね。はい、はい、はい、で金利なんですけども、金利は通常レバレッジをかけてます。少ない証拠金で大きな取引をしているので、金利が発生するところなんですけども、今ご承知の通り日銀の政策金利というのはマイナスになってますので、これは実質ゼロで、非常にですからレバレッジをする環境としては有利な状況になってますね。はい、それからもう一つはですね、完全マーケットメイク方式、はい、取引時間も長くやってますので、板が薄いということを気にされる方が多いとは思うんですけども、はい、この場合はですね、もう取引所が指定しているマーケットメーカーが必ず取引時間にわたってレートを出すことを義務付けてますので、はい、そういった懸念はないということですね。はい、はい、そして次に、そうですね、はい、でこれを具体的にどういうふうに取引するかというと、例えば2万円の時に1枚買いますと、200万円の取引、これを5万円の証拠金で取引する、100円上昇すると100倍ですから1万円の利益が出る。それから一方で売りから入ることができますので、はい、
今中東情勢非常に不安定ですけども、これちょっと下がるなと思った時に2万円で1枚売れば100円下がる、1万9900円になれば1万円の今度は逆に利益が出るといった取引の仕組みになります。はい、他の金融商品との比較ですね、次はどういうふうに違うのかというところですね。そうですね、日経平均、いわゆるインデックス投資をする上では、大きく、これまでは2つ取引がありました、種類としてですね、はい、1つはやはり人気のある ETF、日経平均に連動する ETF、それから、いわゆる先物ですね、はい、でこの2つと比べた場合にですね、どこが違うかというのを、このグラフ表で表しておりますが、クリック株365だと先ほど言ったように配当も受け取ることができる、はい、それからレバレッジもかけられる、売りからも入れる、それから夜間も取引できるという点で非常に先物だとか、はい、ETF に比べて、優位な点が非常に多いということですね。先物はあれですよね、キャリーコストの中で配当を受け取れないんで配当を差し引いてキャリーコストを出しますよね。そうですね、はい、そこが価格に含まれているんですけども、はい、その配当と金利を受け払いすることで、現物価格を取引した状態で配当そのものも得ることができるというのが大きな特徴です。はい、はい、それから先ほどちょっとちらっとお話がございましたが、成人の日来週月曜日ありますか、その日も取引ができますよということですね。そうですね、はい、取引時間このようにですね、非常に長い取引時間になっています。8時半から翌朝の6時ということですから、非常にメリットがあるんですけども、これがですね、祝日もできるということなんですね、はい、祝日ができるメリットとしての2つはですね、1つはやっぱり現物をお持ちの方で祝日が取引できない、でも海外市場で何か突発的なことがある、そうするとやっぱり下がるリスクというのがありますから、祝日になる前に売ってヘッジをしておくということ、はい、それから祝日期間中にもこう値動きがありますので、ね、それを狙った短期的な取引というのも可能だと思います、ちょっと一つ例としてですね、はい、こちら、年末年始、今回の年末年始なんですけども、非常に長い期間休みになってたということだと思うんですけども、現物市場はご承知の通り12月30日が大納会、それから1月6日が大発会と、この期間、ずっと休みになってるわけなんですよね。当然その土日、それからはクリック株365号も1月1日は休みなんですけども、はい、現物市場では12月30日、2万3650円近辺で終わっています、はい、でこの年末年始大きく動きましたよね、はい、中東情勢が不安になったということで海外市場でも大きく触れているわけなんですけども、この期間にですね、クリック株365の225日経平均の証拠金取引であると、こうした形で連続的に動いていると、はい、年末の終わり値から年始の初値、大体450円近くギャップがあったんですけども、その点をこう埋めるような取引ができるということでは非常にメリットがあります、つまり年末年始株価が大幅に、要は値下がりしたので、その期間中に売り立てておけばその値下がりをヘッジすることができたと、ということですね、そうですね、はいはいはい、で先ほどもちょっとちらっと話しましたが、成人の日も売買ができますよ、そうなんですよね、はい、今日はですね、やっぱりこの後雇用統計、非常に大きく注目されているわけなんですけども、これもですね、金曜日東京時間とにかく市場が終わった後発表されますから、どうしても反応は月曜日に出てくるわけですよね。ところが成人の日では月曜日が祝日ですから、はい、そこの動きがなかなか取れないということなんですけども、それは十分取れるというところ、その他にも13日月曜日については注目ではもしかしたら低いかもしれませんが、イギリスの方での重要な経済指標がこれだけ発表されますし、アメリカの方もですね、財政収支が発表されるということでは、はい、ここを変動をですね、はい、生かした取引も可能だということですね。はい、で重要なお知らせということで、そうなんですよ、はい、このクリック365の一つの特徴であったんですけども、
先物と違って期限がないということが非常に有利だったんですけども、はい、まあ、そのために少し大きな変動があるとですね、価格が現物と乖離することがたまにあったものですから、ここを改善するためにですね、今年の秋にですね、1年に1回だけ決済をしていただく新しい商品を上場します。はい、でこれに合わせてですね、実は金など、これ従来は株価指数だけだったんですけども、今度は金などの商品 ETF ですね、金の価格に連動するような ETF を使った証拠金取引、はい、これをクリック株365の中で、上場、このタイミングで上場しようと考えております。ぜひ期待していただければと思います。はい、はい、まあ、そして証拠金取引ということなんですが、実際にその残高などはどうなってますでしょうか。はい、おかげさまで、まあ、こういった商品仕様のところは皆さんに使っていただける機会非常に多くなっておりまして、去年の末の残高では証拠金自体が776億円、はい、まあ、口座数もですね、拡大傾向しておりまして、今27万口座ということですから、市場が非常に大きくなってますので、まあ、皆さんに利用していただけるような取引市場というふうになっているかと思います。はい、まあ、そこで実際に取引の流れってどうなってますでしょうか。まず取扱会社さんにですね、口座を開設していただいて、はい、取引所につなげていただくということなんですけども、まあ、ここに出ているようなですね、取扱会社さんに、クリック株365を扱っていただいてますので、こちらの方で口座を開設していただければ取引ができます。はい、はい、分かりました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。なおですね、ただいまのコーナーで一部音声に乱れがありました。大変失礼いたしました。お詫び申し上げます。